えないほど官能的な音ですな。というわけで久しぶりの BMW FR だった頃の1シリーズ、それもマイナーチェンジ後ですよ。新車価格379万円の 118i ファッショニスタだと思うぜ。そんなに珍しい車でもないですが、後期型になってテールランプがより美しく光るようになりました。これは400万円のライトですわ。内装も素敵な仕上がりで、ワクワク感をもたらしてくれます。エンジンかけよう。むっちゃ静かで振動もないんですよね。レクサスと同じくらい緻密に組まれているようです。1.5 リッターの直三ターボ、空ぶかしで回転数を上げても全く振動が来ないです。いくらエントリーモデルとはいえ、さすがの BMW ですね。この数字が並んでるところ、押さずに撫でるとプレビューが出るんですよ。最初に見た時絶対忘れるだろと思ったが、これなら普通に便利に使えるな。エアコン操作は物理ですが、慣れるまでちょっと使いづらいかも。この A と M のやつ、どっちが外気取り込みなのかわかんねえ。電子式のシフトノブは、ボタンを押しながら倒すと D、ボタンを押さずに上に倒すと N で止まります。ボタンを押すことで R に入る。N に戻すのはボタン不要。N から D もボタン不要。B レンジはボタン。初見では使いづらく感じるのは慣れの問題ですな。ここがモード。どこがどう変わるのか、私はよく把握してません。このジョイスティック、マップの移動ができなくてよくわかりませんでした。ハンドサイドブレーキ、ブレーキホールドとのトレードオフ。まだ 1.3 万キロなのか。エンジンが静かすぎて驚いてます。シート調整やらライトやらが独特で、いきなり乗せられるとちょっと戸惑いますね。それにしても楽しみです。ミニシャシーの方は以前乗ったのですが、なんか見た目ばかりな感じがありまして。お前 BMW 何回目だよ。毎回操作をミスるのは初見あるある。ウインカーは左だぞ。もう80台超えてるんだから間違えるなよ。そういうのの慣れは早いので大丈夫ですよ。車体がコンパクトなのでここから出るのは簡単ですね。というかいきなり思うというか愚痴りたいんですが、ブレーキの初期制動強すぎやろ。ちょっとでも踏めばガツンとくるんだけど、日本で乗るには明らかに過剰だと思います。いつぞやのベンツの B クラスと比べると、シフトショックは小さいし足はしなやかに動いて、乗り心地はすこぶる良い。でも設計スピードが高すぎて低速域で乗りづらくなるというトレードオフ要素、わずかにあるというわけです。これくらいなら低ダストパッドに変えたらいい。それにしてもコンパクトカーは偉大ですね。むっちゃ運転しやすいです。前後に4340ミリ、横幅1765ミリ。日本で乗っても困らないな。あ、そうそう、ミラー内蔵の ETC、今回は見落としませんでしたよ。あ、速攻でウインカーミスってて草。乗りやすすぎたか。大柄な国産 SUV の方がよっぽど運転しづらいもんな。というわけで暖気がてらゆったり行きますが、実に優等生ですね。トランスミッションは8速 AT だけど、さっき言った通りシフトショックが小さいのであんまり不快になりません。何よりも足の動きがいいんですよ。これが一番の魅力だと思ってしまうほど、雑に見れば固めではあるのですが、足がしなやかにストロークしているんですよ。そのおかげでとても快適な乗り味です。角のあるような入力は来ないし、速度を上げていっても不安定さが出ることもない。安定性と快適性が両立されています。信号待ち中にナビを触ってみるけど、よぐはがんね。あ、真横に車いるのにこのレーンなくなるやん。おい大丈夫かよ。まったくもう、時速40キロで何してるんですかね。40キロしか出してなかったから脳の集中力が立ち上がらなかったんだぞ。ここの左折がまた楽なんですよ。この運転のしやすさは1シリーズ最大の魅力でしょうな。モデルチェンジ後の現行型のやつに乗った時は、そうでもなかった気がするんだがな。いつものスラロームテスト区間に来たのですが、なんというか優等生すぎて何も起こらない。前後の軸重差が車検証ベースだと30キロしかないんですよね。そのせいか前が重いような動きはなく、ニュートラルに切った分だけ動きます。シャープすぎることもだるいこともない。これテスラのモデル3に並ぶような素直さですね。本当に癖がない。なんというかこの市場全体を通して、この子が優等生すぎて何も言うことがないんですよね。ああいうスラロームをすれば何かしら明文化できる感想が出てくるからこそ、毎回あの区間を通ってるのにな。交差点左折が心なしかいつもより早い。でもアウト側のタイヤが負荷を受けて踏ん張るような感触もなく。これどれだけ基本性能高いんだ。車両重量1430キロ236馬力というスペックだけど、FR はあんまり慣れてないんだよな。このセグメントでは初だと思いますが、いきなりアクセル回路 100% はやめておきます。じわーっとトルク特性を確かめて、あーこれなら大丈夫だわ。何が言いたかったんやねん。というわけで静かすぎる排気音ですが、良い声を奏でてもらいましょう。
この高音の官能的な響き方、直録みたいだな。この子のエンジン音は静かすぎて、正直ほとんど聞こえてこないんですよね。静かすぎて文句言うの Z34 以来ですよ。しかも今、長いこと踏み続けてそこそこスピード乗ってるのに、全然スピードを感じないです。ステアリングセンターの遊びというんだか、そこは少し軽くて頼りない感じがするのですが、乗り物の素の直進性が高すぎる。そしてブレーキも初期から強すぎでしょ。踏むというか押しただけでがっつり速度が消える。後ほどやったフルブレーキングテストの体験から、絶対的な制動力自体は特段高いわけではないことを確認済みだ。だからこそなおさら、初期からここまで強くして乗り心地をかくつかせやすくするのはな。でも乗り物自体は素晴らしいですよ。最高峰の総合性能を持っています。まず直進性が高いので速度計がどうでもいいですね。そして意外にも静粛性が高くて、速度の割に車内が静かです。そして官能的な音を奏でてくれるし、経済性も合わせ持ったエンジン。まあ音は静かすぎるけど、そして段差を越えても、一瞬だけしなやかに動いてくれて、衝撃を完全に吸収する快適な足。こういうの、こういう要素を求めていたんですよ。ミニの方の M135i に乗った時は、全く感じられなかった要素が揃ってる。ちょっと内装はプラスチックっぽいが、エントリーモデルとこの走行性能でこれだけあったら十分すぎるな。と入ってもコンパクトカーごときに400万円ですからね。直録の M140i なら652万円。さすがの高付加価値、高単価商品だ。シャシーが許容する直進安定性に対して、エンジンの加速力が追いついていなさすぎる。この直録 FR のホットハッチ、今中古でいくらでしたっけ？ずっと買う買う詐欺をした挙句、私は NC ロードスターを買ったわけですが、乗り換えちゃおうかな。さすがにちょっと静かすぎるかな。動画では音量上げられるだろうけど、運転しててずーっと物足りないのよ。私うるさい車嫌いなのに。優等生すぎてコメントすることがありません。この右コーナーの途中の段差が、最も不安定になりやすいけど。全然揺さぶられないですね。待ってね、リミッターモードとクルーズコントロール、両方あってどっちがどっちかわからん。奥の方じゃハザード出しながら横断していくセダンがいるぜ。やっぱり見間違いじゃなかったか。まあ名古屋は昼間の方が最も強だから。あやべ、マーク X なのにいつものノリで抜いちゃったわ。くさ。私は抜く時のチラ見も過剰な減速もしない派です。とりあえず前を見ましょう。旋回中にもっとハンドルを切りますという、山奥で単独事故しそうな下手くそ入力、余裕で踏ん張りますわ。左フロントのタイヤが押し付けられてへばる感じもないね。オレンジカットしてたが、まあここの合流は危ないし。この右の出口から出ようと思ったら、並んだ瞬間に入ることになるからね。通行量が日本一高いくせにトップクラスの不親切。おっと奇跡的にバックミラーに何のライトも映ってないですね。せっかくだしブレーキテストをしてみましょう。前後重量配分のおかげか、前に輪でガツンっていう感じは控えめですね。ノーズダイブ自体はするけど、ちょっともう一回やらせてくれ、今度は本気で踏んでみよう。む？初期制動がくっそきっつい割に、絶対的な制動力ってこんなもんなの？言いづらいんだけど、ブレーキパッドとローターだけ変えた私のプリウスの方が、立ち上げられる絶対的な減速 G は強いですよ。ほぼ同じ車重に同じ225幅のフロントタイヤ。わずかに前後重量配分が違うのみ。その分フロントタイヤの負荷がちょっと軽い程度か。いくら欧州車とはいえ、制動力最重視の車外ブレーキと、純正で比較するのは不平等でしたかね。まあでも制動距離を決める大半の要素って、車重とタイヤグリップだからな。一旦フロントタイヤのグリップが限界になってロックしちゃったら、そこから先は初期制動とか関係ないし。そういえばマニュアルレンジのまま踏み続けると、自動でシフトアップをしてくれるんですよ。逆にシフトダウンの方は、安全な回転数まで下がらないと実行されません。シフト操作に注意力を取られなくなるので、私はこっちの設計の方が好きですね。まあ BMW らしさ的には知らんけど。というわけで3周もしてしまいました。いつもは2周で降りるんですけどね。坂道でエンジンブレーキをかけたいとき、マニュアルレンジに入れてから、何連打もしないといけないのは面倒だな。高速から降りたことで注意力が薄れて、エンブレを入れる対応が遅れましたからね。でも長い下り坂の不安はないですな。クールダウンも兼ねてゆっくり帰りましょうか。初期制動とシフトショックはちょっと気になるけど、それでも低速域がこれだけ快適なのは最高ですよ。
私はミニシャシーの方より、こっちの1シリーズの方が好きです。極力にこだわらなければ値段も下がってきてるだろうし、性能だけ見ればお買い得感がありますね。でかい故障したらどうなるんだ。知らないです。待ってね、右後ろにプリウスアルファがいるんですわ。私のレーン消えかかってるのに、たかだか40キロ程度で2回も事故りかけてて草。スポーツカーより悪質な割り込み運転をしまくってる、ドイツ車乗りの報いを受けたか。というかこのベンツはどこに止まってるんだ。突然前進してきて事故りそうですね。率と時速の関係性がわからなくなるな。最後に言っておきたいこととして、急ハンドルを切った際に、むちゃくちゃ急に動いて怖いんですよね。これを見てください。視覚的にもわかるくらい一瞬でダバッと動きましたよね。いや急ハンドルは切るなよという話ですが、このことは頭に入れて乗っておかないと、緊急回避の際にリスクが高くなる気がしています。フラットな重量配分で身軽さがあるのはいいが、これはちょっと危ないな。トップギアの番組内ではジェレミー・クラークソンがスピンしてましたが、微妙な怖さが残りました。最後の駐車ですが、何せ車体が小さいので楽勝ですね。欧州車ってこういう時乗りづらい感じがしていたのですが、この1シリーズは国産と変わらない感覚で乗れます。ドアを途中で開けると、ダメみたいですね。パーキングソナーのアシストはあるけど、正直ビービーなって落ち着かないのでボタンを押して切った方がいいかも。衝突コースにない障害物に反応してビービー行っちゃうの、ちょっと邪魔だよな。というわけで終わりとなります。ご視聴ありがとうございました。次はレンタカーで3シリーズにでも乗ってみたいですね。